時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聞いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。この番組はマンスリーアパート .com、 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたします。本日のゲストは魂のコーチ、新井義和さんにお越しいただきました。新井さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、新井さんはね、以前この番組に出ていただいた、小原さん、小原社長からのご紹介でおつなぎいただいたんですが、前々からフェイスブックとかね、小原さんと一緒に写っている写真を見て、いや、なんだこの方は、もう賢者のエネルギーがねすごいなと思って、はい、もう今日もね、このお会いできるのすごく楽しみにしておりました。そんなもう純英さんみたいな大仏様に言われたらね大仏様に賢者とか言われて嬉しいですよね。ありがとうございます、はい、新井さんね、まあ、いろいろされていらっしゃる、はい、っていうことなんですけど、はい、少し自己紹介していただけると嬉しいです。 ありがとうございます、はい、まあ、魂のコーチということで、はい、やってるんですけど、まあ、本も出させてもらってるんですけども、はい、まあ、日々はその人のもうぶっ飛んだ夢を、まあ、具現化するというか、はい、現実にしていくサポートをコーチとしてやってるのと、はい、あとはもう本当に人生一度きりなんで、うん、もう魂から心からやりたいことを、うん、もうやっちゃいなよということで、うん、もう全国講演とかセミナーとかはみんなやりたいことやろうということで、うん、激推し、後押しをもう激推しして、はい、全国回ってる次第でございます。特に沖縄は、はい、大好きで、はい、まあ、2ヶ月に1回はだいたい来て、はい、そういう、まあ、セミナー開いたりとか、はい、イベントしたりとか、はい、やってます。あ、なるほど、はい、今度、ね、2ヶ月に1回来られてるということなんですが、はい、来月6月25日にも、はい、国立劇場沖縄、すごい会場で、なんか魂洗い、はい、歓喜祭、はい、沖縄ということで、はい、イベントを企画されてるということなんですが、はい、これどういったイベントなんですか？いや、これちょっともう自分で言うのも恥ずかしいですけども、はい、6月26日が僕誕生日で、はい、で、まあ、元はなんか自分の誕生祭ということで、いや、どんだけ自分好きやねんってことなんですけど、まあ、それはきっかけで、一応その、まあ、6月の誕生日の前日に、はい、イベントをさせてもらうということで、まあ、うん、まあ、僕の関係、作家関係とか、はい、まあ、歌手の方とか、はい、まあ、ゲストに招く、うん、まあ、その歓喜祭自体が一部二部になってまして、はい、一部がそのゲスト講演家と歌手によるそのまあフェスっていう形の形式 で、はい、で第二部がそのまあ国立劇場に、グランプリ参加券っていうのを購入していただいて、はい、一般の方が、はい、まあ、その歌歌いたいとか、そのアートで表現したいとか、舞台に立ちたい、でも今までできなかったという、大好きやけどその表現するのが怖いと、はい、じゃあなんか国立劇場沖縄みたいなすごい舞台に挑戦する人を募って、うん、その2部がグランプリになってます。で、審査員はもう本当にか世界を代表するような、はい、日本人、世界で活躍する日本人とか、はい、まあ、このゲスト講演家が審査して、まあ、秀樹社長はじめ、はい、審査させてもらうという形の第2部の構成になって、で、まあ、第2部も12歳から73歳まで出演者が決まってまして、73歳の方もわざわざ、ま、お孫さん、8歳のお孫さんが自分のお小遣いを出して、はい、その73歳のおばあちゃんの、はい、応援に駆けつけるって沖縄までっていうような熱いイベントで、まあ、全体は、まあ、講演家も本当に今まで積み上げた実績をチャラにして新しいことにチャレンジできる人で、はい、もう全体でも巨大なエネルギーを作って、まあ、そこに参加するだけで人生変わっていくぜみたいな、はい、やりたい才能がもう爆発しちゃうぜっていうようなイベントになっております。なるほど、はい、めちゃくちゃ面白そうですね。僕もね、はい、はい、参加させて、参加ってね、はい、当日は、はい、行くんですけど、行かせていただくんですけど、ありがとうございます。で、なんですか、この
ただね、あの聞くだけではなくて、はいはい、夢を叶えるその瞬間に立ち会える、はい、このねイベントっていうのはね、はい、すごくね、あの今から想像するだけでも感動でなんか泣きそうになってきたんですけど、嬉しいです本当に、はい、本当にまあなんか勇気を持って自信のないまま進んでいく、うん、その、うん、なんかこうゼロから1、はい、一歩目のバイブスってすごい高いと思うんですよ。そうですね、はい、一番恐ろしいとこなんですけど、うん、それを本当にみんなでこう作っていくっていう、うん、なんかもう人生変えてもうやりたことやっていって、うん、もう、まあ、純英さんみたいな生き生きした大人が増えたらやばいですよね、はい、ありがとうございます。本当にもうもう那覇がディズニーランドみたいな、ね、あどこ行っても楽しそうですねいやもうすごい、またプーさん歩いてるやんみたいな蜂蜜の壺持ちながら、ね、蜂蜜美味しいなとか言ってすいませんだってね、はい、お聞きになられてる皆さん、ぜひね、はい、その、人の人生が変わる瞬間、またはご自身の人生を変える瞬間、はい、それに立ち会える素敵なイベントですので、ぜひぜひ、足をお運びください。またイベントの情報とはね、YouTube の方にも貼っておきますし、新井さんの、チャンネルの方にも、情報は、貼っておりますので、はい、後ほどね、情報の取り方などもご案内させていただきます、はい、はい、ということで、はい、これからね、新井さんのお話をいろいろお聞きしたいんですが、ありがとうございます、はい、この番組はですね、ゲストさんの、はい、人生の転換期についてお聞きしているんですが、はいはい、新井さんの転換期たくさんあったとは思うんですけど、はい、振り返ってみてどういうところが、きっかけになったと思います？あ、まあ、2つありまして、はい、前半もちょっと若い時に、はい、まあ、僕21歳やったんですけど、まあ、神戸、はい、神戸に、神戸生まれで、はい、神戸育ちで、はい、で、ちょうど21歳の時に阪神淡路大震災がありまして、でよくヘリで空撮されてる、はい、もう中心やったんですね。なんか壊れるし燃えるしみたいな。で、まあ、そこでなんか、まあ、もちろん自分ちも建て直したやつがまた壊れて、で結構こう、まあ、ひどい惨状やったんですけど、はい、まあ、その時に、うん、まあ、本当、まあ、新しく家建て直して、うん、まあ、親父もその資材というかね、貯めてきたお金、はい、脱サラしようと思ってたみたい でその貯めてきたお金を投じてまた新しい家建てたんで、うん、まあ、失意のもとなんか、まあ、自らこの卒業してしまったんですけど、その後なんか、まあ、その震災がきっかけで、まあ、結構、まあ、やさぐれたっていうか、はい、まあ、最悪なんですけど、まあ、僕がなんかやさぐれる理由が見つかったみたいな。いや、そもそもなんか社会人として生きていける自信がなかったです、その前からだからなんか最悪ですけど、あ、なんかいい理由見つかったわみたいなことですごい低空飛行してたんですけど、うん、まあ、その後ちょっと何ていうか震災、まあ、すごいショートストーリーで言うと、はい、震災が5、6年経って、まあ、うん、みんなボロボロだったので、チリチリになった仲間が、はい、集う機会があったんですよ。でその時にまあ、同じことがあって同じような能力で、はい、その悲惨な目にあったんですけど、僕らみたいに抵抗飛行してるやつと、うん、この人らを助けなあかんって言って同じ状況でも、うん、めっちゃ活躍してる人の二極化してたんですよ。でそれ見て能力はそんな変わらへんのに、うん、結果が違うのを見て、はい、いろいろリサーチしたら、うん、この素晴らしい活躍してる人たちは、はい、俺らがこんな目にあったから活躍してみんなを助けないといけないという生きる姿勢だけが違って好転してたんですよ。なるほど。それ見て、うん、なんかすごい気づきがあって、はい、でそこから、まあ、その翌日から働き出したんですけど、それはなんかそのセットで好転、なんていうか僕にとっての転機になりました。はい、今ねすごいさらっとおっしゃってるんですけど、はい、まあ、震災当時って映像を通じてもひどかったじゃないですか。はい、そうですね。でその中でお父様が家を建て替えて、うん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 、でその脱サラしてこれからのご自身の夢もね、はい、叶えたいっていう中で、建て直した、はい、家が震災でまた崩された、はい、そうですね、もう本当ね、何でしたか、瓦に石を積んで鬼が崩していくっていう状況をね、
はい、生きながらにね味わったその心境の中で、うん、お父様がお隠れになられたということで、うんうん、すごく苦しかった、ご家族を含めて ねすごく苦しかったと思うんですけど、本当ねおっしゃるように、なんだろう、その現象、みんな辛い中で、はい、普通だったらね、やっぱり僕自身も振り返って、その状況だったらどうするだろうと思ったら、うんうん、新井さんと同じようにやっぱり心がなんかしんどくなっちゃうと思うんですね、はいはいはい、ですごい今ね、先ほどは高い資産から、うん、その時の状況を理由を探して、それをね自分の理由にしたっておっしゃってたんですが、うんうん、その当時はねその心境じゃ多分なかったと思うんですよね。その時はなんか気づかなかったですね。ですよね、はい、単にへこんでる感じやって、うん、でもまあ今から考えたら使ってたなって感じなんですけど、当時はまあへこんでて、うん、なんかいろんなこと、まあ、震災もそうですけど、なんかその僕を置いてなんか行ったなっていう、うん、なんかそ寂しさみたいなのが あったり、はい、なんかいろいろすごいもうやさぐれてて、うん、なんかこう、もうこの世の中ってどうなんみたいな感じで、うん、なんかもうチェみたいな拗ねてましたね。なんかほんまに、はい、これやさぐれてる期間ってどれぐらいだったんですか？はい、めっちゃ長かったですね、なんか、はい、ほんま20代はほぼやさぐれてて、はい、だからほとんど、まあ、そのほんまに働いてなかったりとか、はい、まあ、それを見かねた僕の友達のお父さんが、うん、なんかバイト、はい、深夜勤、郵便局の深夜勤で働けとか言って放り込まれたりとか、はいはい、っていうんで、まあ、フリーターしたりとか、うん、もうすごい20代後半までやさぐれてました、うん、はい、でもそのね、本当低迷して、はい、何でしょう、伏流というか、はい、流がねもう本当に伏している状態、はい、ええ感じで言ってくれますね。三国志じゃないですかで、はい、やっぱり地の中にもう潜ってる状態で、はい、本当つらかったと思うんですけど、はい、この人が捉え方を一つ変えるだけで、はい、跳ね上がる経験、やっぱりその同級生、はい、同じ状況の ね友達が活躍されてる、はい、それを目の当たりにした時どうでした？どれぐらいの衝撃でした？いやー、もうびっくりしましたね。なんか同じような状況で同じようなスキル、というか能力だと思ってたから、うん、びっくりしましたね。 なんでやねん、まあ、だからあでもびっくりしすぎて逆に興味が湧いたです、はい、うん、なんか嫉妬もなかったですね。なんかもうじゃ嫉妬しそうなもんじゃないですか、はい、じゃなくてでも果てしなく活躍してたから、はあ、もう興味が湧いてすごいリサーチしたんですよ、うん、へ、あまりの衝撃に、うん、なんでそんなになってんのって根掘り葉掘りしたら、もう生きる姿勢だけやったから、ほう、あその時に、ね、逃げ場を失ったんですよ、うん、だって能力でダメやったら納得いくけど、はい、能力一緒やって生きる姿勢やったら逃げ場がなくなって、はい、やるしかねえみたいなもう新聞広告開けて、もう目についた電気屋さんに就職、翌日に、あ、はい、もうこの切り替えりはもうすごい早いですね、スイッチ入ってから。いやその時はそうですね、衝撃、はいはい、なんか逃げ場失って、うん追い込まれ、もう急走みたいな。なるほどそこからね、はい、新井さんの人生がまた大きく展開していく、はい、っていうことなんですけど、ね、一旦 CM 挟ませていただいて、はい、後半の方で、はい、2つ目の転換期の方をお聞きしたいと思います、はい、一旦 CM です。ありがとうございます。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、新井さんが、20代の時、震災で、お父様も失意の中亡くされて、その後、長い期間、ご自身も、やさぐれた生活をしてたと。でその時に、20代を過ごした後半の時に、同級生がすごく活躍してる、方を見て、自分と何が違うんだろうっていうところから、リサーチしていくと、心の在り方だったり、その、捉え方が、だけが違うっていうことを気づいて、そこから生き方を大幅に変えていったっていうお話なんですが、後半ではですね、2つ目の転換期のことをお聞きしたいと思うんですけど、2つ目の転換期ってどこにあったんですか？2つ目は、はい、まあまあ、40代手前で、はい、サラリーマン辞めざるを得なくなるんですけど、はい、まあ、その後に、まあ、独立した、はい、独立して、まあ、その数年後ぐらいに、うん、迎えた転換期なんですけど、はい、まあまあ、サラ、まあ、そうやってね、意気揚々とすごい姿勢変えて、はい、サラリーマンになって、うん、最初ブワーってチャレンジして、はい、
でもチャレンジした後いつの間にか忘れて、なんかいろいろ守りに入って、チャレンジした後またなんかある程度衛生活だったら守りに入って、はい、気がついたらまたなんかこう自分のやりたいこともやらずに、まあ、ライスワークみたいな感じになってて、はい、まあ、それがまあ数年というか7、7年続いて、うん、で気がついたらまた嫌になって、何もし、まあ、結局まあ、また親父と一緒やんけみたいな、はい、何かやりたいことをやるわけじゃなくて、うん、まあ、そのサラリーマンというその土台の上でなんかこうしがみついてたんですよね、うん、はい、で それが嫌になって辞めて、うん、で独立してこの今のコーチ業というのに就いたんですね、はい、たまたまなんですけど、でそしてサラリーマンやっててこの独立して、うん、もうなんか裸でチョモランマ登るみたい な、はい、なんかいきなりなんか戦えると思っていたら K-1 戦士ばっかりおるじゃないですか。もうムキムキのなんかもうね、もうこわもての K-1 選手ばっかりじゃないですか、独立したらステージ立ったらもう最2弱みたいな感じですね。いやいや、もうガリガリのもうもやししか食うてないやつみたいな状況になって、はい、もう全然語れへんやってなったと、はい、またなんかさまよって、はい、でその後なんかまあ人生を好転させるためにやりたいことやるとどん底に陥ったんですよ、また、うん、まあ、それは金銭的な意味で、はい、でその時にこう、うん、ほんまにもうどん底になって、はい、もうこれ生活成り立たへんやんってなった時に、うん、初めて自分はなんかやりたいことこれ何のためにやってるんやろうと、おう、あ、やっぱこれは親父のなんかやりたいことやれなかった親父のリベンジもあるし、うん、自分自身のリベンジでもあるし、うん、同じような人たちの後押しをする、うん、ことやと、じゃあまあもうその人らの応援したできたら、うん、もうええやんと、はい、もうインドとか行ってガンジス川でとなんかもうダイブしたらええわみたいな、はい、急になんか開き直って、うん、そっからもう全力もう 100% 応援するようになったんですよ。おう、クライアントさんと、ね、はい、もう関係者、はい、その関係した人をもう全力、うん、もう全細胞で応援するっていう、うん、自分ごとで喜ぶしもう自分のことのように、はい、で人生捉えたら、はい、いきなり好転し始めて、うん、まあ、それが第二のターニングポイントです、ね、なるほど、はい、でこのインドに行ったきっか、はい、なぜインドを選んだんですか。そのどん底になった時にインドに行ったんですけど、はいはい、なんかもうもう どうしようもないってなって、そたまたま、うん、たまたまどうしようもないってなってる時になんか出た、うん、まあ、お客さんを、はい、取ろうとして出た交流会で、はい、インドになんか未来のことが書いてある葉っぱがあると、はい、でそれはなんか俳優の渡辺謙さんも開けたらしいでみたいな、と思って、はい、なんか分からんけども最後のあれでなんか行ってみようみたいな、 はい、お金なかったですけど、はい、それで行ったんですよ、たまたま聞いて、はい、アガスティアの葉っていう、はい、それに未来書かれてなんかそれそうなんです、その葉っぱぶわーって3日ぐらい探して、はい、で自分の葉っぱ見つけたんですよ。ほんならそこにはなんかあなた、まあ、新井義和が、はい、これからなんか関わる人たちが、うん、みんななんか大成功して、うん、その結果あなたはもう超大成功しますみたいな、なるほど、葉っぱに変えたったんですよ、はい、ようわからないですけど、はい、葉っぱかどうか、でもそれうわ最高やなと思ってこれはええわみたいな、はいはいはい、でそれがなんか達成されるにはとかって修行が書いてあって、うん、ガンジス川に21回飛び込めとかいろんなこと書いてあってね、なるほど、ね、そのアガシアの葉を開けるために行った、なるほど、はい、でやっぱり書かれてたとしてもこのガンジスカーってね、はい、まあ、色のね、はい、ちょっとでも、はい、傷があるとこっちからね、はい、バイキン入ってね、はい、死んじゃうよとかっていう話があるんで、はい、やっぱり飛び込むのもねすごく勇気がいたと思うんですけど、はい、怖くなかったですか。いやこれ怖かったんですけど、はい、このコーチとして、うん、結局意識、うん、意識を向けたら現実は展開するよってことを言うじゃないですか、はい、だからここに飛び込んだって病気にはなりませんよって強烈な意識を持ったとしたら、うん、絶対クリアできるはずやと、なるほど、はいはい、これはもう今後の僕のコーチの人生もかかってると、うん、負けるかみたいな意識で飛び込んだんです、うん、なるほど、それがもうリトマス試験紙やみたいな自分自身がなるほど、はいはい、ね、今のお話聞いてて僕好きな言葉で、はい、諸国
客収繁盛という言葉がありまして、でよく皆さん商売繁盛っていうね、はい、お客さん来てまず自分の商売が、はい、ね、栄えていきますようにということで願うんですけど、はい、諸国客収繁盛っていうのは私と関わる全ての人が繁盛していきますようにという言葉があるんですね。で、そうなんです。で僕その言葉に触れた時にすごい衝撃を受けたんですが、はい、新井さんがねその、はい、インドに行って体験されたこと、はい、でそこに行く、はい、道筋もすべてそのね、はい、言葉の変化をすごく僕感じて、いやすごい素敵な経験されたなって思ったんですけど、ありがとうございます、はい、で戻ってこられて、はい、どうでした？で、まあ、戻ってきて、うん、やっぱりその、うん、まあ、その後押しも、まあ、みんなが成功するっていうなんか後押しももらって、はい、じゃあもう全力応援しようってことで、うん、もうなんていうんですかね、もう会話の入り、別にお客さんになろうがなる前が、うん、まあ、こうやってご縁があって出会うその人の、はい、人生にどう役に立てるのかっていうところにフォーカスした瞬間に、うん、もう喋るだけでなんか意識が、相手の意識も変わってる感じがしたんですよ、はい、それはなんか僕が変わったから、うん、いやなんかこうその人の未来のイメージも確信して喋ることになるじゃないですか、はい、絶対に応援するし絶対変わるんやっていう、はい、この人が望む未来になるんやっていう、だからその望む未来を投影して喋るんですよね、はい、あ、もう純英さんもうこんな感じになりますみたいな、だからもうキャキャーみたいな、はい、もう今こうでこうで関係ないやんみたいな、はい、もう未来確定してるやんみたいなっていうの、本当にまあある意味思い込みですけど、だからその応援っていうのは相手への確信が同時に芽生えるから、うん、全力応援っていうのは、なるほど、相手の未来も決めてしまうぐらいのパワーがあるかなみたいな、うん、そうですね、なんかある意味このクライアントさん自身よりも、はい、新井さんの方はその方の人生においてに 信用、はい、信頼してる、 はい、あり方でお話しされてる、はい、もう本人よりも信頼してその未来をね、はい、語っている方が一人でもいるだけで、はい、その人がどれだけ救われるかっていうのはすごい分かりますね。ありがたいですね。あ、すごいなんか面白くて、なんかいや、はい、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。本当にまあ僕はもうだから絶対諦めないです、うんうん、当たり前ですけど、相手の未来に対する確信があるので、はい、うん、もうそれはもう最高にワクワクするし、うん、嬉しいしっていう、うん、でこのね相手にベクトルがいった途端自分自身もすごくで、はい、仕事に対して誇りを持ってまた楽しくで、はい、仕事ができるっていうそのあり方がすごい素敵だなって、いや、ありがとうございます、改めて思いました。ありがとうございます、はい、いろいろねお話聞いていきたいんですけど、はいはい、お時間が迫ってきたので、うん、先ほどのですねイベントについてどこに問い合わせればいいのかっていうのをねちょっとまた教えていただけたら嬉しいです、はい、ありがとうございます。まあ、僕 の、まあ、SNS とかにももちろん書いてますし、はい、まあ、これ QR コードついてるんですけども、はい、見てもあれですね、はい、喋りなんでネットで、はい、まあ、魂とひらがなで荒いって検索したら、はい、そこの申し込みページのに検索2番目ぐらいかな、はい、魂荒いで検索したら出てきますんで、はい、まあ、そこの宣伝ページ見ていただいて、はい、まあ、よろしければ申し込んでいただけると、はい、人生変わっちゃいますけどみたいな、はい、いいですね、はい、じゃあそのイベントに行けば荒井さんにも直接、はい、お声掛けしても大丈夫ですか？あ、いや、もちろん声掛けていただけたら、はい、もう喜び勇みますんで全身からほとばしりますんで、ね、欲しがりなんで欲しい欲しいになってますから、はい、ぜひぜひ皆さんこのイベントにねお申し込みいただいて足を運んで、はい、新井さんねお見かけしたらお声掛けしてください、はい、ちょっと忙しそうにしてたらちょっとねタイミングに測っていただけると嬉しいです、はい、でね、新井さんとももっとお話をお聞きしたいんですけど、またビハインドストーリーまた別枠で、はい、お付き合いいただけると嬉しいです、本日のゲストは新井義和さんでした。これからの活躍楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日のゲスト新井さんのお話はいかがでしたでしょうか、僕の YouTube チャンネルの方にも、新井さんに関する情報を貼っておきますので、ぜひぜひそちらの方からも辿ってください。新井さん自身も YouTube をされているのでお名前の方で検索してください。その際にはぜひチャンネル登録、いいねボタンも押していただけると嬉しいです。
この番組はマンスリーアパート .com 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたしました。来週も素敵なゲストさんと一緒にお会いしましょう。さようなら。